女性が活躍できる職場づくりを進める企業の女性社員と小池知事が意見交換を行いました。参加者からは時短勤務を担う性別の偏りを指摘する声が上がりました。意見交換会に参加したのは、女性の活躍を進める優れた取り組みを行っているとして都が昨年度表彰した企業の女性社員12人です。参加者からは時短勤務のほとんどが女性社員で性別に偏りがあるという指摘の声が上がったほか、生理などの女性ならではのヘルスケアについて周りの理解が得られにくいなど知事の考えを求める場面がありました。意見に対し小池知事は、福利厚生制度として新たにサービスを導入する企業への支援などを進めたいとした上で、改善に向け積極的な姿勢を示しました。皆さんがそれぞれ知恵を出し合って、そしてまた問題点を解決し合っていくと、そして一人一人が生きる街をぜひとも実現していきたいと思っています。